民主主義の皆さん、こんばんは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。サーバーが70万人まで増強やマッチングがかなり改善されましたね。皆さんはプレイされていますでしょうか。今回の動画はメダルとサンプルを稼ぐ方法とバグについて紹介していきたいと思います。ブレブレゲームスではゲーム紹介と攻略動画を上げています。高評価とコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。改善はサーバーの増強だけでなく、15分間放置しているプレイヤーはゲームから切断されるようになりました。サーバーが増強されましたし、プレイヤーも切断されるので、もうサーバーが満員ですということはね、なかなか起こらないのではないでしょうか。メダルを稼ぐミッションについては、ヘルダイブのオートマトン部隊を殲滅するミッションですね。ソロの場合はスイサイドくらいを回して、まあ2人以上いる場合はヘルダイブを回すのが効率良かったです。装備については、パーティーの場合でもソロの場合でもシールドパック、レールガン、で EMS、迫撃砲を持っていってください。もうこれ固定ですね。まあ、あとは人数によりますけど、まあ、ヘルボット内の収容最適化、または活力の強化、まあ、スタミナ強化はねいらないですし、 UAV もいらないので、まあ、活力の強化かヘルボットの収容ブースターを持っていってください。はい、ではね、クエストが始まりましたら、フレンドがいる場合はフレンドと同じで EMS 砲塔と迫撃砲塔をねそれぞれ出します。これかぶっちゃうと、同じ場所に出しちゃうと最初にいるものがぶっ壊れちゃうので、まあそこはね注意して、まあ、間隔を空けてね出してください。マップでいう中央とかね、高さがある場所に出すとミサイルとかでも壊されることはないので大丈夫だと思います。レールガンとバックパックをそれぞれ背負いましょう。敵は2方向からやってきて、基本的には EMS で足止め、迫撃砲でその足止め食らった敵を自動的で倒してくれます。1人の場合でも頑張ればヘルダイブクリアできそうですけど、ちょっとね、まあ念のためスイサイドをやることをお勧めしますね。デカブツとか戦車が来た時は手動でね頭を狙って倒すようにしてください。レールガンであればそんなに苦労せず倒すことができると思います。上まで上がってくる敵がいなければ比較的簡単に倒せますね。あ、これでクリアですね。残り時間が12分なので3分くらいでクリアできます。あとは自動的にペリカン1が呼ばれるので離脱するだけですね。このムービーとか最後の戦闘戦績画面とか入れても4分くらいで周回することが可能です。作戦の中で1ミッション目であれば大体8メダルがもらえますね。ちなみに今回コモンサンプルは1個回収しただけですが、10個置いてあるので余裕があれば10個回収して帰ってくるとコモンサンプルの回収にも使えます。言い忘れていましたが G16 をね今回持っていってますね。敵に当たった瞬間爆発するのでめちゃくちゃ使いやすいですね。戦車も結構簡単に倒すことができます。このミッションやっていると上に敵がやってくる時がありますね。特にこの走ってくる敵は比較的簡単に上がってくるので優先的に倒してください。優先的に倒す理由は皆さんわかると思いますけど、迫撃砲はめちゃくちゃ味方を誤爆してやっぱ敵に向かって降ってくるので早めに倒した方がいいですね。デカブツについてもダッシュで登ってくることがたまにあるので、そうした場合は優先的に倒してください。先ほどと同じですが頭を狙えば倒すことは簡単です。とにかくオートマトン相手だと EMS がめちゃくちゃ強いですね。ほとんどの敵が EMS で足止め食らってしまうので、まあ、結構近づいてくる敵も数少ないのかなと思います。何を思ったのか直接戦車を送り込んでくることが何回かありました。排気口を狙えば簡単に倒せるので、まあ、こちらもね落ち着いて対処していきましょう。サンプルについては前回の動画からいろいろ試したんですけど、やっぱりヘルタイドを回るよりはスイサイド、インポッシブルあたりを回る方が効率がいい気がしますね。サンプルの絶対量はヘルダイブが一番多いんですが、全てを回収できるわけないので、特にソロで回る場合は機動レーザーが相手の拠点を潰すのに最適なんですけど、ない場合はイーグルエアストライクなんかで制圧できる小型のところを狙ってサンプルを集めていって脱出するのが一番効率いい気がします。機動レーザーでもイーグルストライクの場合でも比較的高確率で応援を呼ばれます。そうした場合は船から降りてくるところにグレネードを投げて殲滅するのがね結構効率いい気がしました。確定ではないですが船から降りてきた敵は応援を呼ばない気がするので、まあ、あとは銃でゆっくり倒しても良いのかなと思います。では残りのねサンプル、レアサンプルとかコモンサンプルが落ちていますので回収して次の拠点に行くという感じですね。この機動 EMS 攻撃を使える惑星だとめちゃくちゃ効率よく拠点を制圧することが可能です。 EMS は敵に気づかれる前に相手を動かないようにできて、かつねロボットは動かないと結構銃でね簡単に倒せますので、このようにね上にいる台座とか
まあ、こういう時はねグレネードで倒したりしてみてください。結構簡単ですよね。このように制圧すると EMS が切れると自分のスローも解除されますので、あとはねコモンとかサンプルをね、回収するっていう感じです。オートマトンの殲滅でもお話ししましたが、 EMS はマジで最強なのでイーグルストライクと組み合わせてもめちゃくちゃいいですね。こうやって拠点を確保してサンプルを漁るだけと、もう敵もね殲滅できますね。このようにねサンプルがめちゃくちゃ落ちてます。ただ EMS は誤爆してダメージは食らわないですけど、先ほどお話ししたスローにね自分もなっちゃうので、まあ、EMS が、展開されているところにはできるだけ近づかないようにした方が敵に囲まれる心配はないですね。グレネードも最強なのでぜひね接触グレネードを使ってみてください。でも機動レーザーがやっぱ最強ですね。まあ機動レーザーを投げて比較的遠くの方にいると敵とエンカウントすることもないですし、機動レーザーがね全てを焼き払ってくれるので、あとは焼け野原になった、拠点でサンプルを回収するだけという感じです。機動レーザーがねもうちょっとクールダウンが短くて使用回数も3回じゃなかったらめちゃくちゃ最強なんですけど、そうするとねパーティー4人になった時にねもうぶっ壊れちゃうので、まあこのぐらいがちょうどいいのではないでしょうか。あとは前回の動画で解説しましたが、制限時間でシップが呼ばれるのでシップに乗って帰るだけという感じですね。結構簡単なサンプル回収ではないでしょうか。今回はコモンサンプルが18個、レアサンプルも14個回収ということですね。およそ12分でこのぐらいなので、まあ、これを繰り返していくだけでとりあえずはね自分が取得したい機能はね全部解放できると思います。最後によくわからないバグに遭遇しました。バグなのかな、なんかヘルボットから普通に脱出というか出撃して、まあ、着陸するとなんか腕と頭の後ろになんかハテナマークみたいなのが出て、まあ、もしかしたら仕様なのかなって思ったりしてるんですけど、なんかちょっと調べても出てこなかったので、まあ、こちらについてね情報を知ってる方いたら教えてほしいですね。ちなみにこのハテナハテナ状態になると戦術支援を無限に使うことができました。機動レーザーもね何本でも生やすことができるし、まあ、イーグルもね呼びたい放題だし、機動レーザー使ってもそのあれが減らないんですよね、数が。これは何なんだろうみたいな。ソロプレイなのに機動レーザーが何本も出るような事象でしたね。まあやってて楽しかったですけど、まあこのぐらいぶっ壊れた仕様だとね、まあまた別の世界が見えるような気がしましたね。やりたい放題な、マッチでした。ちなみにこのマッチングだけでこの後ね、1回戦艦に戻ってもう1回出撃すると、特にねこのようななんか派手な状態は終わってましたね。なんかマリオのねスーパースター取ったみたいな感じになってますけど、まあ、めちゃくちゃ楽しかったですけどバグなんだろうなと思っています。あ、じゃあね続いてのバグですね。まあ最初から武器とか持っていなくて、なぜかね補給物資みたいな背中にショウイラツ、まあ、これ本当は4個なんですけど6個背負うやつを持っていて、でしかもねこの時も機動レーザーを無限に使うことができました。何なんだろうなこのバグで、これ手に持ってるのも補給バッグなんですよね。なんかよくわかんないけど、バグが結構多いんじゃないかなとは、思っています。はい、ではいかがだったでしょうか。あと残すところ少しサンプル集めをしてメダル回収をしたら一旦やることがなくなるような気がしていますが、皆さんはヘルダイバー2どうでしょうか。先ほど紹介したバグの他にもなんか意図せず戦術支援が違うもの呼ばれたりすることがあるので、そういったバグもね結構多いんじゃないかなと思っていますが、まあサーバーをね増強してくれたりとかマッチングするようになったということで遊びやすくはなりましたね。次回の動画では実際ヘルダイバー2って遊んでみてどうだったのっていうのをね動画でまとめていこうかなと思っています。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。